モハマット・ユスフからは、インドネシアの政治家、実業家である。インドネシアの第10代副大統領及び第12代副大統領を。第10代副大統領在任期間と、ほぼ同時期にゴルカル党首も務めた。2009年、副大統領の任期満了を前に、2009年の政副大統領選挙には、大統領候補として出馬。大統領選。 1> 第1回投票で3位に終わったため落選したが、2014年の大統領選挙で再び副大統領に当選した。1942年5月15日、南菅和市の和担保年に生まれる。父親は地元実業家の恥から、母親は成型のために伝統のブギス様式の絹織物を販売していた。からは17人の子供のうち2番目に生まれた子供だった。 マカッサルのハサネディン大学在学中は、インドネシア学生行動戦線の活発なメンバーとして過ごす。神は、スカルのい落として、大統領就任を狙うスハルト将軍を支持する学生団体で、カラワその南スラウェシ支部の支部長に選出された。もう一つ、彼が政治家として出発するきっかけとなるのは、地方議会の議員になり、ゴルカルの青年部部長に就任したことである。 1967年からは、ハサノリン大学経済学部を卒業した。しかし、当時のインドネシア経済はなおも疲弊した状況で、父の恥からは、家族経営の会社、NV ホッジからを廃業するかどうか、真剣に考えているところだった。そこで、からは、ビジネスの世界に入ることを決心。1968年、政治活動を封印し、NV ホッジ、 カンラの新移王となった。父は会長職に退いた。最初の頃は一人しか従業員を雇っていないほど、カラは厳しい経営を強いられた。母親は息子を助けるために、絹織物の売買とバス3台しかない、小さな運輸会社の経営に精を出していた。しかし、会社の業績は好転した。カラの経営手腕の下で、NV ホット ホッジカルダは輸出入業から事業を拡大し、ホテル業、建設業、自動車ディーラー、協梁、海運業、不動産、運輸業、エビ養殖、パーム油、通信事業にまで手を広げた。さらにからは NV ホッジカルダ参加の子会社を設立し、自らその CEO になった。1977年にはパリ南方のフォンテーヌブローにキャンパスのある 国際ビジネススクール、インセットを終了している。ビジネス面での経歴とは別に、からは様々な団体で活動した。1979年から1989年まで、インドネシア経済学武道創生連盟のウジンパンダン支部長を務め、現在も異性の相談役的な役割を続けている。インドネシア商工会議所の活動にも広く関わっており、 1985年から1998年までは、その南スラウェシ支部長を務め、一時期は東、インドネシア各支部の調整役も務めた。マカッサル大学の評議委員会にも名を連ねている。また、社会貢献活動として、ある丸数モスクを建設し、地元のイスラームセンターの代表も務めている。1987年、南スラウェシ地域代表として、 最高国民協議会議員に指名されたことで、カラは政治の世界に復帰することになった。1992年、1997年、1999年にも MPR 議員の指名を受けた。1999年の MPR でアブドゥルラフマンワヒドが大統領に選出されると、カラは通称産業大臣として入閣した。しかし、2000年4月、 在任期間わずか6ヶ月で、国営企業担当国務大臣、ラクサマナスカルリと共に解任された。二人に、汚職の疑いがあったからだというが、ワヒド大統領はその証拠を何も示さなかった。もともと政権基盤の弱かった、ワヒド政権は、これでゴルカルと闘争民主党の支持を失った。2001年7月23日、大統領弾劾の審議を行う。 MPR 特別総会が開かれた。そこで、バヒド大統領の公迭、メガワティ副大統領の新大統領就任が承認された。からは、メガワティ政権の公共福祉、担当調整大臣として入閣した。その大臣干渉事項ではなかったにもかかわらず、からは、生まれ故郷、スラウェシ島のポソ県で発生した宗教紛争の解決に奔走した。 からは、ムスリムとキリスト教徒の代表者を交えて、交渉プロセスを推し進めた。そして2001年12月20日、マリの宣言署名にこぎつけ、3年に及ぶ、宗教紛争に終止符を打った。その2ヶ月後、スラワイ氏のもう一つの紛争を解決するのにも尽力。さらにアンボン、モルッカでの似たような宗教紛争についても、政治治安担当調整大臣、スシュロバンバン、 ユドヨノとともに、2002年2月12日、第二次マリノ宣言に何とかこぎつけることに、スラウェシでの和平プロセスに尽力したことで評判を得た、からは、2004年の政府区大統領選に出馬するか、どうかを視案した。そして、2003年8月、彼は大統領選出馬の意向を明らかにした。翌2004年に予定されていた、ゴルカル島大会で、 大統領候補に名乗りを上げ、党の候補者指名選挙に臨むつもりだった。しかし数ヶ月もすると、カラは副大統領候補としてふさわしいのではないかと考えられるようになった。大統領候補がジャワ人の場合、そのパートナーとなる副大統領として期待されるのはヒジャワ党出身者である。カラのスラウェシ党出身というバックグラウンドは、 ヒジャワ島の票を集める上で有効な武器になると考えられたのである。ゴルカル全国党大会の開催直前になってからは大統領選から撤退する決心をした。そして民主党のユドヨノの呼びかけに応じて二人三脚で政府大統領選を戦うことにした。一方、ゴルカルの大統領候補は候補者指名選挙で党首アクバル単純を破った。 ウィラントに決まり、ウィラントはペアを組む副大統領候補として、ナフダトゥルーラマーの副議長サラフディンはヒドを選んだ。これによって、ゴルカルの票は割れることになったが、ユドヨのカラという政副大統領候補の組み合わせには、月星党、インドネシア公正統一党改革の保守党が支持を表明した。2004年7月5日、政副大統領選が行われた。 1> 第1回投票で、ユドヨノと、からは33%の得票率を得て第1位になったが、当選に必要な過半数に届かなかったため、メガワキ陣営との決戦投票に臨むことになった。決戦投票に向けて、メガワキ陣営が、自らのインドネシア党総民主党と、ゴルカル、開発統一党、福祉平和党、マルハイニズムインドネシア国民党からなる。 政党連合を結成したことによって、ユドヨノカラ陣営は重大な挑戦を受けることになった。ユドヨノは、その他の諸政党からの支持集めと票固めに奔走し、カラはゴルカルに支持を求めに走った。そして、ゴルカル内の親カラパであるファフミイドリス率いる一派が、党路線を無視し、ユドヨノとカラを支持すると表明した。2004年9月20日、決戦投票の結果、ユドヨノと、 からは、得票率60.87%を獲得し、政府大統領に選出された。ロシア首相、ウラジーミル・プーチンと、ユスフから大統領選に勝利したユドヨノだったが、それでも、国会での支持基盤は弱く、ユドヨノの民主党は、連立を組むすべての政党を寄せ集めても、野党となるゴルカルと闘争民主党に、立ち打ちできそうにはなかった。DPR 内では、 両党が多数議席を持って、野党の役割を果たす気でいた。2004年12月の DPR 開幕を控えて、ユドヨノトからは、DPR 議長のアグン・ラクソノを、ゴルカルトを首の座につけようと支援していた。しかし、現党首アクバル単純に対抗するには、アグンでは、弱すぎるとわかると、ユドヨノトからは、スルヤ・パロシジに軸足を移した。それでも結局は、 パロですらアクバルに立ち打ちできないことが分かると、ユドヨノは、カラに、ゴルカル投手戦に出馬するよう、合イ員を出した。そして、2004年12月19日、カラはアクバルを破り、ゴルカル投手に選ばれた。カラのゴルカル投手就任は、ユドヨノにあるジレンマをもたらした。ゴルカルを味方につけることによって、ユドヨノは DPR 内の支持基盤を固め、 法案を通過させることができるようになった。しかし、カラが新しい地位についたことは、ある意味で、彼がユドヨのより強い立場を手に入れたことを意味していた。両者の対抗関係を示す、第一の兆候が見られたのは、インド洋津波災害時、カラが自ら進んで閣僚を招集し、アチェ復興支援事業の開始を命じる、副大統領令にサインした時である。 その副大統領令の法的正当性には疑問符が付けられた。これに対してユドヨノは空に事業を進めるように命令を下したのは自分であると主張した。第2の兆候は2005年9月ユドヨノが国連年次総会出席のためニューヨークに向かった時に現れた。ユドヨノは空をジャカルタに残して政府業務を任せたが本国での諸問題には 干渉を怠らないと決意しているかのようだった。ユドヨノはニューヨークからビデオ会議を開いて本国の閣僚から報告を受けるつもりだった。それはユドヨノの不信感を表しているのだと批評イエスジは推察した。からはビデオ会議には一回しか姿を見せず残りの時間をゴルカルのトームに費やしていた。両者の関係はますます憶測を読んだ。 やがて事態は落ち着いたが、2006年10月に、ユドヨノが改革プログラム管理作業委員会を設立すると、両者の対抗関係をめぐる噂が再び表面化してきた。UKP3R 設立によって、ユドヨノが殻を政府から罷免しようと企んでいるのだ、との声が上がった。ユドヨノはすぐに、UKP3R を監督するにあたっては、殻の助けを借りるつもりだ。 と釈明した。からは2009年の大統領選挙に向けて、ウィラントを副大統領候補として、ペアを組み、大統領に立候補した。しかし、第1回投票の得票率12.4%で、第3位に終わった。政府副大統領選を制したのは、現職のユドヨの大統領と、副大統領候補として出馬したブディオノのコンビだった。 2014年の大統領選挙においてゴルカルは、プラボー・スビアント候補をしたが、からは、対立候補のジョコ・ウィドド・ジャカルタ特別州知事の副大統領候補として、立候補し、ジョコと共に当選。2014年10月20日に大統領に就任した、ジョコと共に、からも2度目の副大統領職に就任した。2019年10月20日に思って退任。 妻ムフィダムーファイダとの間に子供が5人がいる。ありがとうございます。